カラオケルームで合コンしてたんですけど、遅れて入って入ってして立った時に多分俺がブサイクだと思ったからしかない。女子が帰れ、帰れって。そんなことあるわけないと思うでしょ、はい、これあるんですよ普通に。本当さらにその女子のリーダーがいて、で女子のリーダーが噛んでいったガムを捨ててこう言われました。次のページです。私が捨てたガム噛んだら合コンにいていいよと。絶句ですよね。やば。わかります。皆さんも僕も現場で絶句しました。絶句ですよ。くっそーと、うん、悔しい気持ちになったんですけども、うん、気づいたらガムを噛んでたんです。なんでよ。プライドは高いんじゃないですか。この話をしくじりのスタッフさんにしたら、うん、この話持ってるでしょって言われたんですよ。持ってねえよ。